なあ、牛尾。ママの話聞きたいか。うん。よし、じゃあこっち来い。ママはな、いつだって泣いてるようなやつだった。最初会った時もさ、自信がなくて弱くて、学校の坂の下で突っ立ってたな。でな、その坂の下でなんて言ったと思う。目つぶってアンパンだって。それがママの癖だったんだ。食べたいものを声に出して、それで勇気を奮い立たせる。そういう人だったんだよ、ママは。それで、それでな、ママは。私の姑息な嘘が連れてきた君は、想像と違ってました。思ってた通り、優しい人でした。レム、俺と一緒に逃げよう。未来のお話は、笑いながらじゃなきゃダメなんですよ。もう嫌なことから逃げたりしません。明日から、みんなの顔をちゃんと見ます。明日から、みんなの声もちゃんと聞きます。するから。改札の前へ繋ぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見て。最低な人間だから、本当は生きてちゃまずいやつだから、そのもう西宮を泣かせたくないってことだ。今日までこんなどうしようもない鬼打ちを引くこの俺を愛してくれてありがとう。そんな俺だからこそ分かる。どの世界線も、どの時間、どの場所にいようとも、俺はお前が好きだった。
さてクリスティン、大したことだ。俺のファーストキスは。今振り返ればきっとあの人も振り返ると。